陳渡る党公衆国民政府とは、1931年に陳渡る党によって、中華民国関東省に建てられた、地方政権。首都は、公衆市。反省解析派がこれに加わったが、満州事変の勃発による融和や、小側の切り崩しにより自立性と誠意を失い、最後は、陳渡る党が逃亡して瓦解した。百二十五年七月、王朝明が、 主席委員を務める公衆国民政府が成立すると、関東派の軍人であった、陳渡る党は、第十一市市長に昇進し、小解析の下で戦歴を重ねた。1929年3月、陳の上司にあたる李渡る信が省との対立の末に、南京下に置かれると、陳はこれを機に、省に、さらに接近し、内逆軍第八祖事軍総司令に任命されて、 関東の軍権を掌握した。1930年の中原大戦でも、陳は、理想人らの厚生軍の背後をついて、将軍の勝利に貢献した。しかし、小介石は、直系ではないチ済み等に警戒心を解かなかった。しかも、中原大戦後は陳に、軍備縮小を求めてきたため、陳はこれに反発を抱くようになった。1931年、 中国国民党長老の古官民が小解石と対立して南京下に置かれると、陳は反省派の政治家たちに協力して、ついに反省の騎士を掲げた。平民宮公衆市民の住宅問題を解決する。平民宮は1931年末に完成した。設計は林勝明。1931年5月には半昇解析派が公州に結集して、 非常会議を開催し、小解析政権とは別個の国民政府を樹立した。陳渡る党の関東支配は、1929年から7年に及んでいるが、ついに公然と、小解析の政府に抵抗姿勢を示したのである。この政府には、小解析に監禁された後釈放された、古官民も参加した。また、王朝名、孫が、巨高さと、 当証議らも公衆国民政府に加わった。その背後で新公正派の軍人たちも反省解析の動きを強めた。公正軍閥の理想人も臨時国民政府に参加した。1931年5月の公衆国民政府成立以降、南京と公衆の両国民政府の間では互いに中傷誹謗が繰り返され、それは 軍事的衝突に発展しかねない勢いであった。ところが9月18日、龍城湖事件に橋を発して満州事変が勃発したため、南京、甲州両政府は決定的な対決を回避するようになった。関東を反独立状態とする、陣渡る党政権に対し、小解析はしばらくは融和姿勢を取った。反省の政治家たちもやがて、 関東国民政府から離れ、事態の急変に対処すべくそれぞれ行動を開始した。小介席は、王朝明らと統一交渉を進め、小介席が下野することを条件として、統一政府を組織することとした。その背景には、一致抗日の世論があった。新統一政府は、政府主席林、森、行政院、町村家、外交部長、陳とも人といった、 関東派の人々が数用な位置を占め、行政、軍事に関わる組織は小派が抑えていたため、上海事変の勃発によって、孫家内閣は崩壊、わずか一か月足らずの短命政権に終わった。関東政府に残った、陳和樽党は、小解析の意向に従い、中国共産党討伐に協力した。百三十三年の復権事変でも、陳は昭を支持して、 福建人民政府を討伐し、これを崩壊させた。1936年、陳渡る党政権が瓦解するまでの間、彼が行った様々な産業振興、インフラ、交通の整備、拡充などの政策については、強化が高く、関東に安定と発展をもたらしたとされる。教育面では、孔子崇拝を強化し、地位八徳を幅広く宣伝した。その一方で、 陳は、先制術や、風水も信じ、人事や財務にまで影響を及ぼすという事態も、招いている。1936年5月、陳渡る党は、理想人らと連合して、案内を場外に優先させる、小解析に対し、場外イコール公日を優先すべきと主張して、拒兵した。一方の省は、関東政権の切り崩し工作を開始し、予感測りごと、 マシ魂といった、陳配下の有力軍人を次々と基準させた。政略で劣勢に立たされた陳は、同年7月に敗北して、香港へ逃亡した。こうして、関東国民政府は瓦解し、陳渡る党による、関東支配は終わった。ありがとうございます。